車線変更のやり方を、まあ、車で説明してみます。こう真っすぐ走ってて車線が変えたくなればまず合図を出して、でミラーを見て、でスピードをできるだけ落とさないようにね、交互に見ながら、で後続車の距離とか速度とか相手が譲ってくれようとしてるのかどうかが分かるようになれば、こう自然に入っていけばいいわけですね。じゃあ車線が変えれるようになるということは、もうミラーが見て後ろが状況が早くできるようになるということです。でまた左へ変えたければ左へまず合図を出して、こう走りながらこのミラーと交互に前を見ながら、で自然にこうハンドルをできるだけ触らず長い距離を持って入ってもらうということですね。そうやって練習してもらっていいと思います。